国連世界統計の日。皆様、国連の世界統計の日をご存知でしょうか。国連では統計の大切さを伝えるための記念日として世界統計の日を定めています。今年2020年10月20日は3回目の世界統計の日です。第1回世界統計の日は、国連が提唱する世界人口住宅センサスを実施する年である2010年10月20日に設定されました。世界人口住宅センサスは、我が国では国勢調査にあたる調査です。世界統計の日を定めることで、世界各国の人々に世界人口住宅センサスに対する理解を得ようとしたのです。この時、世界130の国や地域、国際機関が広報イベントなどを実施して、公的統計に対する理解や注目が高まったため、2015年にも第2回の世界統計の日が定められ、2015年6月の国連総会では、これ以降5年ごとに10月20日を世界統計の日とすることが決議されました。2020年、今年の国連統計委員会では、今年10月20日の3回目の世界統計の日に向けて、世界各国や国際機関が取り組んでいくことが決定されました。この日に向け、各国政府や国際機関は公的統計の大切さを伝える様々な取り組みを行います。統計は国民の的確な意思決定や政策決定に役立つ国民共通の情報基盤です。グローバル化が進展している今日、国際比較が可能で信頼できる質の高い統計データがますます必要になっています。今回、世界統計の日にあたり、総務省幹部及び統計に関する有識者から、統計調査にご協力くださっている国民の皆様へのメッセージをお送りします。皆様こんにちは。私は総務省の政策統括官を拝命している吉川翔二郎です。公的統計制度の統括を行うとともに、統計に関する国際協力も行っています。本年10月20日は、国連が定めた5年に一度の世界統計の日です。世界各国で統計の重要性について、国民の理解を深めてもらうための様々な取り組みが行われます。我が国においても、国民の皆様に統計の意義を改めてご理解いただけるよう、様々なチャンネルを通じて広報を行うこととしております。その一環として、私からも国民の皆様にメッセージをお伝えしたいと思います。今回の世界統計の日の標語は、信頼できる統計が世界をつなぐです。世界の各国地域の結びつきがますます強まってきている今日、我が国の統計も信頼されるものとして国際社会の統計とつながっていかなければなりません。残念ながら、昨年我が国の統計業務において不適切事案が明らかとなり、統計に対する信頼が損なわれたことは記憶に新しいことです。これを踏まえて、新たな公的統計の基本計画をこの6月に閣議決定し、統計に関して今後必要とされる取り組みや将来の方向性を明らかにしました。こうした中で、信頼できる統計が世界をつなぐを標語にした世界統計の日を迎えたことから、私どもとしても新たな気持ちで公的統計の信頼性の向上に努めてまいりたいと考えています。統計は国民共有の財産であるとともに、国民の皆様のご協力なくして作ることはできません。今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、調査環境は大きく様変わりし、調査にご回答いただく皆様も含め、関係者の皆様にはこれまでにない困難な状況に対応していただいています。皆様のご尽力に深く感謝申し上げます。このような困難な状況ではありますが、私たち総務省は関係府省と協力し、国民の皆様が政府統計を活用して的確な意思決定が行えるよう、調査を通じて皆様からいただいた回答を分かりやすい形でまとめ、品質の高い統計を適切な時期に
使いやすい形で提供できるようなお一層努めてまいります。最後になりますが、皆様におかれましてはこれまでにも増して統計調査へのご理解ご協力をいただきますようお願い申し上げて、世界統計の日に寄せる私からのメッセージといたします。ありがとうございました。皆様こんにちは。私は統計行政について専門的中立的立場から調査審議する統計委員会の委員長をしております北村幸信でございます。本日は統計調査を担う方々や回答してくださる国民の皆様に世界統計の日に寄せてメッセージをお伝えいたします。今般の新型コロナウイルス感染症により統計調査は例のない困難な環境にあります。しかし統計は社会経済の実態を的確に把握するための国民共通の情報基盤です。人との接触や移動を抑制する新しい生活様式のもとであれ、将来にわたって高い品質の政府統計を安定的継続的に作成提供できるよう取り組んでいくことが求められています。昨年明らかとなった統計業務の不適切事案を発端として、失われた公的統計に対する信頼を回復すべく、統計委員会は統計を作成する各府省とともに精力的に活動してまいりました。今年5月に総務大臣に答申した公的統計の整備に関する基本的な計画の変更にあたっても、公的統計の品質確保に向けた取り組みの強化は大きな柱の一つとなっています。こうした中、今回の世界統計の日の標語が信頼できる統計が世界をつなぐとなったということは、誠に時宜にかなっているように思います。我が国の公的統計がより一層信頼でき、国民のさまざまな意思決定や政策決定に役立つ情報を提供できるよう、統計委員会としてもしっかりと取り組んでまいります。統計における我が国の国際協力に目を転じますと、アジア太平洋地域をはじめとする開発途上国の統計職員の能力向上を目的としたアジア太平洋統計研修所が千葉市に開設されております。英語の名称で SIAP と呼ばれている国連の機関ですが、この SIAP が今年で設立50周年を迎えました。我が国の政府は資金面人材面での最大の支援国として、この50年間一貫して開発途上国の統計能力向上に大きく貢献してまいりました。また今年3月に開催された国連の統計委員会においては、我が国の統計委員会の委員であられる川崎茂先生が日本代表として議長に就任されました。このように国際的な統計コミュニティへの貢献という面でも我が国の取り組みが進展していることは大変喜ばしいことでございます。また今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、調査活動を行う調査員の方々をはじめ、統計調査に携わっておられる関係者の皆様におかれましては、さまざまな困難に直面されていることと思います。こうした困難な状況にあって、有用で信頼できる公的統計を作成すべく、統計調査を着実に実施しておられることに感謝の意を表したいと思います。統計委員会といたしましても、公的統計に対する社会の期待や要請に応えるべく、統計の専門機関としての立場から統計調査を実施する各府省と連携を図りつつ、しっかりとその責務を果たしてまいります。最後になりますが、統計に対する皆様のご理解ご協力を改めてお願いいたしまして、世界統計の日に寄せる私からのメッセージといたします。ありがとうございました。皆様こんにちは。私は統計委員会の委員を務めています日本大学の川崎茂です。私は今年3月ニューヨークの国連本部で開催された国連統計委員会の議長を務めました。その会議では本年10月20日の世界統計の日に、世界各国や国際機関を挙げて統計の大切さを多くの人に理解していただくための催しを行うことが決定されました。このようなご縁から、本日は世界統計の日にちなんだお話をさせていただきたいと思います。
世界統計の日の標語は、信頼できる統計が世界をつなぐとされています。この標語は統計の大切な性格をよく表していると思います。私たちは日常的に様々な統計データが利用できます。例えば、日本の人口は約1億2600万人、日本の GDP は約550兆円などといった具合です。このような統計は世界の多くの国々でも作成されているので、日本と世界各国の姿を簡単に比較できます。また、世界全体の統計をまとめることにより、グローバルな社会経済の動向や課題を明らかにすることができます。まさに統計は世界をつなぐものであり、世界各国の相互理解に欠かせない共通の情報基盤であると言えます。現在、国際間で比較できる様々な統計が利用できるのは、一見当然のように思われがちですが、その背景として、国連統計委員会の場を中心に、世界の統計専門家たちが長年にわたって地道に協力してきたことが大きな原動力となっています。国連統計委員会は、毎年3月に、世界各国の政府統計機関の代表者の参加を得て開催される大きな国際会議です。この会議では、世界全体の統計の比較可能性を高めることができるよう、統計の国際標準を決定しています。また、統計整備の遅れた国に対する支援を推進しています。委員会の正式メンバーは世界24カ国で構成され、任期を4年として経済社会理事会による選挙により選ばれます。日本は1962年以来3年会合を除いてずっと委員国に選ばれてきました。近年、正式メンバー以外の国もオブザーバーとして参加ができるようになり、今年の会議では100を超える国々から参加がありました。日本では現在10月1日を期して実施される国勢調査が着々と進められています。この国勢調査は国連統計委員会で採択された2020年ラウンド世界人口住宅センサス計画の一環として位置づけられているものです。皆様のお宅にも調査の依頼が届いていることと思います。皆様のご回答は日本の人口、世界の人口の正確な統計を作るために不可欠です。ぜひ漏れなくご回答いただくようお願い申し上げます。回答される皆様、調査に従事される皆様に厚くお礼申し上げます。国では国勢調査の他にも様々な統計を作成公表していますが、それには統計調査において皆様からいただく回答が元となっています。皆様のご回答によって国民生活、社会経済の動向を判断する基礎となる統計が作成されます。皆様のもとに国から統計調査の回答依頼がありましたら、ぜひご協力をよろしくお願い申し上げます。世界統計の日を契機として、多くの皆様に統計を通じて日本の近況、世界の状況について理解を深めていただければ幸いです。現在コロナウイルスへの感染がまだ収まっておらず、何かとご心配やご不自由なことも多いことと思います。皆様、くれぐれも感染防止に十分留意され、ご健康にお過ごしになりますよう心よりお祈り申し上げます。ご清聴ありがとうございました。新型コロナウイルス感染症の影響により、皆様の日々の生活においてご苦労が絶えないものと思います。こうした状況にありましても、統計調査にご理解を賜り厚く御礼申し上げます。これからも信頼できる公的統計のために、統計調査への引き続きのご理解ご協力をお願いいたします。